もう大丈夫だ。なんだこれ。お前のおかげだ、ルフィ。それと、ありがとな。サンジバカやめろ。出んだよ。せいはかけぬって。おう、長官、サンジが正気に戻ったぞ。そのようだ。迷惑かけちまった。すまない。それで、ベースキャンプの方の被害。アンジェラの所持していたオニクス族らしき黒い粉が爆発を起こし、研究施設がやられた。だがそれ以外の爆発はみんなが食い止めてくれた。サンジ、気にすんな。俺が一緒に謝ってやるからよ。すまねえ。どうした？ああ、ライディ。彼にはガレナの行方を追ってもらった。彼ならきっとやる。なあ、サンジ、久しぶりにうまいもん作ってくれよ。ああ、とびっきり性のつくディナー作ってやるよ。俺を操りやがったクソ野郎ども、お返しもしなくちゃ気が済まねえしな。やったの完全停止にまでは至っていないわ。お前にしては珍しいな。で、どうするつもりだ。彼女のことは少し待ってくれないか。お前は一般人が迷い込んだというわけではないな。ああ、僕はヤガグライト。あなたに話があってやってきた。俺を倒しに来たわけではなさそうだな。いいだろう。話を聞こう。今回彼女の作戦は惜しくも失敗した。あなたのせいでね。しかしアンブラスベースに少なからずのダメージを与えた。それに加えて大量のコズミックキューブを入手し、そのおかげでレプリカの大量生産も可能だ。そうだろ。それで収穫はゼロではなかったということか。お前の言っていることは正しい。だがヤガグライト、なぜお前がガレナに変わる？簡単なことさ。彼女がベノムズにとって必要な戦力、ベノムズがこのままいてくれることは僕にとって都合がいいんだ。面白い。ガレ、こいつに礼を言うことだ。ヤガグライト、ベノムズで迎え入れる。感謝するよ。よく来てくれた。アンジェラ、いや、ガレナが持ち込んだオニキス族らしき黒い粉によって、研究施設が爆破された影響で、一時的にベースキャンプのシステムがダウンした。現在、全力で復旧作業を進めている。状況は厳しいが、みんなには引き続き尽力してほしい。ありがとう。早速だが、新たな任務。フリーザ、黒ひげに続き、
ジャンプ世界から現れてきたちがレプリカを引き世界中で暴れている。指揮系統の分断、戦力の消耗も見られる現状だが、奴らに好き勝手させるわけにはいかない。君にもぜひ協力してもらいたい。期待している。